皆さんこんにちは。今日はてるてるの新作を購入できたので全てレビューしていきます。まずはこちら、プラザで先行発売されていたマスクフィットクリーミーバームプライマーです。クリーミーなテクスチャーが肌をシルキーに仕上げ、滑らかな肌へと導くバームタイプのプライマーで、肌にのせるとバームがクリーム状に変化して毛穴をカバーしてくれて、映える肌へと整えてくれるそうです。開けてみるとピンクがかったバームで、見た目は硬いんですが体温で溶けてくれて、結構こういう固形タイプにしては柔らかく伸びてくれました。毛穴に入り込んで表面をフラットにしてくれる感じで、しっとりしているのに表面はサラッとした使用感です。こういう毛穴プライマーはシリコンっぽいというか、肌に詰まっている感が出やすいものが多いんですが、これは肌に乗っている感覚は最小限でありながら表面が綺麗だし、適度に保湿もされるので、脂性肌さんはもちろん乾燥肌さんも比較的使いやすい毛穴カバー系下地だと思います。全体に塗るよりは頬と鼻、おでこなど毛穴が気になるところに部分的に使うのがおすすめです。つるっとしたベースにしてくれます。続いてはこちら、マスクフィットクールサンクッション、日焼け止め兼下地のクッションです。開けてみるとオレンジがかった色味で、パフは上の部分が穴が開いていて、下が普通のクッションになっています。つけてみるとカバー力は意外とありました。明るくトーンアップしてくれて、肌のくすみとか均等に見せてくれます。スキンティントみたいな感じで、ニキビとかの赤みは消えなくてちょっと透けてしまいます。香りはアネッサの日焼け止めの香りに似たフローラル系で、そんなに強くはないです。重要なクール感ですが、しっかり液を含ませてつけると気持ちいい冷たさがあります。ヒリヒリすることもなく肌がひんやりします。仕上がりは薄膜で、重たさが一切なくて厚みもないし、バーム下地のおかげかみずみずしい潤いがありつつ、オイルのテカる感じもないし、これだけなら崩れても汚くならなそうなのでいいと思います。適度にひんやり冷たくて SPF50 もあるし、夏にはとりあえず手に取ってしまいそうなクッションです。続いてはマスクフィットコンシーラーパレット、明るい方の1番を買いました。公式によると水分バームのようにしっとり溶けるような滑らかに密着するテクスチャーで、肌の悩みを自然にカバーし、華やかさをプラスした理想の仕上がりを作るコンシーラーパレットということです。開けてみると明るいベージュとオレンジとライトグリーンの3色で、鏡とコンシーラーブラシとピンポイントでのせられるパフがついています。テクスチャーはリキッド状コンシーラーと比べるとやっぱり硬さはあるんですが、体温で溶けてくれて厚みはないのにピタッと密着する仕上がりです。私は肌が薄くて乾燥しているので、厚みや重さは感じないんですが、目の下にのせた時だけ少し乾燥によるヨレを感じたのと、これは仕方ないんですが、色が黄みが強めなので、こちらは下に薄く仕込んでからファンデを重ねるのがいいかなと思いました。なので目の下のクマにはオレンジを塗ってからベージュで色味を抑えてファンデーション、ニキビにはグリーンをつけてからベージュファンデーションという順番がおすすめです。続いてはこちら、マスクフィット UV クールプレストパウダーです。ロフトでルースパウダーと一緒に売っていたんですが、中身が同じのようだったのでプレストタイプにしました。開けてみるとパフが中に入っていて、中蓋もついているので持ち運びにもいいかなと思います。粉質はサラサラで薄い繊細な質感、香りはメントールの香りがします。肌につけると結構白くなりました。なので薄くつけた方がいいかなと思います。で、驚くのが冷たさなんですけど、つけた瞬間は感じないけど、後からどんどん冷たくなってきて、メンソールのスースー感に似た感じで、刺激に弱い方は注意してほしいくらいかなりひんやりします。持続時間は1時間は持たないかなくらい。仕上がりはサラサラ系パウダーのマットの質感で、テカリが完全に抑えられつつ、肌を触った感じはしっとり系のパウダーのふんわりした感じになります。かなり白くトーンアップするので塗る量は気をつけてほしいけど、顔に感じる冷たさがすごいのと、仕上がりがマットなのにふっくら見せてくれるので、これは夏のパウダーとして活躍してくれそうです。ちなみにルースパウダーの画像を見つけたんですけど、こちらもね、中蓋がついているので持ち運びにも使いやすそうだなと思いました。はい、次がこちら、マスクフィットメイクアップクールフィクサーです。肌の温度を下げるクールタイプで、軽い使用感で24時間崩れにくいキープ力のあるミストということです。通常版も肌に負担なく長時間キープしてくれて、結構
好きでしたが、今回春夏に向けてクールタイプが発売されたので買ってみました。ミストはもう文句なしの細かいミストでまんべんなく肌につけられます。軽く振ってからつけてみると、スプレーをかけたことによる冷たさと控えめにほんのり冷たさを感じるくらいです。パウダーをのせた後の肌でも気持ち潤いつつ、肌の温度も下げてくれるので、これも春夏の必需品になりそうな予感がします。この動画が参考になりましたら、高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。